こんにちは、すみやです。今日は木星や土星などの惑星専用のスマート望遠鏡を作る方法についてです。もうメーカーでね、研究しているとは思うんですけれども、私が思いついた方法を今日はお話ししたいと思います。すでにね、いろんなスマート望遠鏡が出ているんですが、一番苦手なのが土星とか木星とかの惑星です。対象が小さいということもあり、そして焦点距離が短い望遠鏡ではね、大きく映すことができないんですね。そして何より口径が小さい望遠鏡だとね、解像度が非常に不足してしまいます。だから口径の大きな焦点距離の長い望遠鏡じゃないとそれは不可能です。シースターのような口径50ミリのスマート望遠鏡では土星とか木星かなり厳しいですね。ベスペラも同じ口径ですからかなり厳しいですね。ドワーフ2とかドワーフ3も非常にね、口径が20何ミリとか30何ミリとか小さいので無理ですね。で、唯一可能性があるのはオリジンです。オリジンは150ミリ15センチの口径がありますので、可能性はゼロではないんですが、焦点距離がいかんせん300数十ミリですから、非常に小さくしか映らないんですね。それを解決する唯一の方法は、焦点距離の長い望遠鏡に付け替える方法があればいいということです。はい、私が持っている望遠鏡で焦点距離が長くてコンパクトで使い勝手のいいのがスカイウォッチャーのマクストフーカセグレンですね。口径127ミリあるので、まあオリジンよりは若干小さいですが、焦点距離1500ミリ、F12 の明るさです。F2.2 のセレストロンのオリジンからするとですね、5倍ぐらい暗いんですが、逆に言うとね、焦点距離が5倍近く大きいということになりますので、5倍までいかないか、4倍ぐらい大きいということですので、小さい天体を捉えるのはこういう焦点距離の長い望遠鏡が欲しいところです。そしてこの1500ミリの焦点距離のマクストフーカセグレンの兄貴分にあたる口径150ミリのものと180ミリのものがありますが、まあ150ミリのものはセレストロンと同じ口径ですから付け替えられる可能性はありますね。もうちょっと大きいのが欲しいとすれば180ミリっていうのがあって、それが焦点距離2700ミリありますので、こういうものとね、付け替えられるようになればいいんじゃないかなと思います。まあセレストロンからもね、焦点距離の長いシュミットカセグレンが出ているので、そういう鏡頭がね、オリジンに付け替えられるようになれば、木星とか土星とかね、惑星を非常に鮮明に見ることができる可能性が広がりますね。だからオリジンの次の目標は、天体観測で一番見たい天体である土星とか木星をね、大きく映して鮮明に見せる、そういうオプション鏡頭を追加することじゃないかなというふうに思います。ただ焦点距離を長くするとですね、いわゆるプレートソルビングという、星の地図から今望遠鏡がどっちを向いているのかっていうのを見つけるのが難しくなります。それから焦点距離が長くなると、F 値が下がって暗い天体が望遠鏡の中に入ってこないので、どうしてもね、製図を見ながら望遠鏡をそちらに向けることが難しくなるので、スターセンスエクスプローラーみたいなものがね、付けられるようなオリジンの焦点距離の長い鏡頭が出てくるとね、一気に解決するんじゃないかなというふうに思います。オリジン高いけれども、将来性のあるシステムとして考えるとすると、そういう使い方ができるんじゃないかなという気がします。多分ね、セレストロンのメーカーサイドでも口径150ミリの焦点距離の長いスターセンスエクスプローラーをつけた鏡頭をオプションで出してくるんではないかなという気がしてます。私ならそうしますね。はい、メーカーサイドでそういうオプション鏡頭を追加することがあるのかどうかは分かりませんが、私ならそうしたいところですね。はい、
私が考えた土星、木星などの惑星を見るスマート望遠鏡はこれだというお話をしました。私ならきっとね、オリジンに付け替えられる鏡頭をオプションで発売したいなというふうに思いますね。そうすればね、カメラは同じで大丈夫ですね。はい、センサーサイズの大きなものをつけなくても大丈夫ですから。セレストロンがスターセンスエクスプローラーというものを出してね、常に望遠鏡をガイド鏡のようにそっちの方向に向けてくれるようなシステムがもうあるわけですから、それをくっつければいいだけですね。まあ、ですからそんなに難しくないんじゃないかなと思っているところです。ぜひセレストロンには頑張っていただいて、惑星専用、土星や木星が見れるスマート望遠鏡を早く作ってほしいですね。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。多分ね、来年あたりには実現するかもしれませんね。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。